これはラマダン、断食についての質問を日本語で答えた日本人ムスリム向けの動画です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。断食中に注射を打つことはできますか？できるんだけど、この注射の中、食べ物入ってるだったらダメです。普通の、注射、口大丈夫、足も大丈夫、でも後ろ。断食中に香水をつけることはできますか？大丈夫です。でもやらなくてもいい。断食中にスキンクリームを塗ることはできますか？大丈夫です。断食中に出血したら断食に影響ありますか？外からだったら大丈夫です。外、腕、顔、そのところでも全然大丈夫。でも中から血出てる、口の中血出てる、そして中に入ってる、その時に断食はダメです。断食中に血液検査を受けることはできますか？大丈夫です。でもアドバイスある。その時にもしかして体弱い、テストするだったらもっと良くなる。その時多分ご飯絶対必要、食べないだったらすごい危ない。そのアドバイスはその調子悪いだったらそのテストやらない、夜でやる。もしかして絶対大事、やってください、医者さんに言いました、その時やってください、ご飯必要だったら食べてください、ラマダン終わってからもう一回する。カザーです。断食中にレントゲンをすることはできますか？大丈夫だけど、薬でもその時にたまに医者さんに言います。薬飲んでください、中から全部見てる、そういうことはダメ。でも普通のエクスレイだったら大丈夫です。